妖怪ウォッチプニプニやっていきましょう。ちょっと方針を変えたいなと思います。僕ですね、アカウント無課金のアカウントと、あともう一つのアカウントを持っているんですけど、今まではこの2番目のアカウントの方をメインでやっていたけど、これから攻略動画に関しては無課金の方をメインでやっていきたいなと思います。まあなんでそう思ったのかというとですね、まあ攻略動画をやるんだったら無課金でやった方がいいんじゃないかなってね、ちょっと最近になって思ったんで、こうします。でガチャに関してはどうするのかというと、あの動画のネタ的に、たまにですね30連とか50連とか結構回したい時があるんですよ。ただそういうガチャに関してはですね、この無課金じゃない別のアカウントでやります。とにかくこの無課金三浦君に関してはもう徹底的に無課金を貫くね、攻略動画に関してはこの無課金三浦君をメインでやっていきたいなと思います。で今まで使ってきたアカウントはどうするのかというと、これはこれで残しておきます。なんでかというと S ランクの妖怪も結構集まってきているし、技レベルも結構高いんですね。うん。まあ、あえてそういう動画、技レベルが異常に高いアカウントでなんかね動画できるんだったらやりますね。ただあくまでもメインはこの無課金三浦くんでやっていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。でいつからこの無課金のアカウントをメインにするのかということなんですけども、ちょっと今すぐは無理です。なんでかというとですね、レベル50の妖怪が今1匹もいないんですよ。あ、これレベル見ることはできないのか。多分ねマックス、あ、そうか、レベル19でマックスなんだね。うん、今あの無限地獄の第3階層のボスとか来てるじゃないですか。さすがにこのメンバーでそれやるのはちょっと無理なんで、ちょっと時間ください。この無課金アカウントをメインにするのちょっと時間ください。はい、ということで今回は何をするのかというと、ちょっとボスと戦っていきたいなと思います。で最近なんかちょっとイベント来てるんだよね。あ、妖怪ガシャに新しい妖怪来てんだ。なるほどなるほど。うん、あとボス妖怪もなんか仲間になるらしいね。さあ、まあ今回はですね、ちょっと普通にイベントとは全く関係なしに、ボスですね、戦っていきます。これなんだ、のぼせトンマンか。 OK、 ちょっとやっていこう。今さら感半端ないけどね。よし、やってこう。無限地獄のおのぼりクロトンと全く一緒だよね。へそ玉を壊せば弱点のへそを出すっていう。今の状態だとダメージ全然入んないんだよな。へそ玉壊していくか。なかなか弱点出さないね。ようやくダメージ入るようになった。オッケーオッケー、まだダメージが入る。あ、ダメだ、もうダメージが入らなくなった。これね、本当に無課金のアカウントなんだけど、なぜかね、生ハゲがいるんですよね。なんでだろう。多分なんかのガチャコインを使って手に入ってたんだと思うけどね。お、あともう少しでフィーバー来るな。これフィーバーに持ち込んじゃおうかな。よし、来たー。まずこれで攻撃力アップさせて、ブリー隊長も来たいな。おい、ブリー隊長で必殺技で、あと冬にゃん2個しか消えない。へそ玉があったからね。で回復して、これでいけるかな、倒せるかな。お、あともうちょい、あともうちょいだ。おし、なんとか倒した。そういえば今イベント中でのぼせトンマン仲間になるんだよね。スコアいくつ ?1、10、100、1000万、93,338 か。多分こんなスコアじゃ全然仲間になってくんないと思うけど。
おっしゃ、レベル上がった。じゃあ次行ってこう。次次戦う相手はおぼろ入道。お金がね、たったの2000しか貯まってない。やばい、ガチャ1回しか回せないじゃん。全然無駄なことにお金使ってないんだけどな。まあ序盤の方はこんなもんなんだね。さあ実はいきなりですね、レジェンド妖怪の武士ニャンが解放できるようになっちゃったんですよ。この70番の、電波小僧のやつを70秒以内にやっつけるとフーミンがゲットできるんだけど、僕ね普通に70秒でクリアしてしまったんで、レジェンド妖怪の武士ニャン解放していこう。大事点これか。あ、ちなみにね、これは全然ガシャ回してない無課金のアカウントの方なんで、もう妖怪に関してはねこんなもんですよ。 S ランクに関しては生ハゲ1体だけ。うん、貴重な S ランクだからね、もう対戦使っていこう。あ、ごめん、まだフーミンゲットしてなかった。これか、フーミンの試練受け取る。よし、 A ランクのフーミンがねゲットできたのも結構でかいけど、よっしゃ、ちょっと解放していこう。じゃあ早速解放していきます。あ、レジェンド、レジェンドって言わないんだね、これ。久しぶりのレジェンド解放だからさ、忘れちゃったわ。よっしゃー、これね、S ランクの妖怪がもう、勇ましい族で2体来ちゃっているから、もうこれあれだな、勇ましい族でチーム組んでいった方が良さそうだね。キズナースちゃんはね、回復役なんで絶対外せないでしょ。いらないのは、そうだな。ブリータ一応かな、やっぱり。じゃあ早速、おぼろ入道と戦っていこうか。こいつは多分強敵だと思うんだよね。おすすめレベルが31なんだけど、僕のレベルはどんなもんだろうね。最高レベルでもね、あ、最高でもレベル21だから全然レベル足りてないけど、まあ大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫。これ結構上手くなってるから。しかしね、ちょっと戦い方。おぼろ入道の戦い方完全に忘れてるけど、ちょっと攻略読んでいかないと。どうやってやるんだっけ。おぼろ入道は攻撃力がとても高い妖怪です。目をつぶしながら慎重に戦いましょう。地面を揺らしてパズルの邪魔もしてきますよ。敵の行動までのカウントにも気をつけましょう。なるほど、やっていこう。目をつぶすなんて怖いこと言うな。カウントに気をつけろって言ったよね。お、まず一つ潰した。オッケーオッケー、いい感じ。全然ダメージ食らってないけど、ちょっと回復するか。とりあえず回復しておいて、全然プリの邪魔してこないね。お、来た。お、とりあえずトドロキシシ、お、ちょっと使ってこう。武士ニャンの鰹節切り。お、レベル1なんだけど結構消したね。さすが S ランクのレジェンド妖怪。ちょっとフェニャンはね弱っちいんだけど、まあしょうがないから B ランクだからね。で、回復しよっか。全然ヒットポイント削れてないと思うけどね、あのこっちの。あ、全然余裕じゃん。全然余裕だ。分かった。さすがに上手くなったんだな、俺も。おっしゃ。よーい、スタートズラ。
やぶれかぶれ院長めっちゃ懐かしい。やってこ。やぶれかぶれ院長この注射玉を起こしてくるんですけど、この中の液体が全部いっぱいになってしまうと回復されちゃうんで、ちょっと優先的に殺していきます。今回はちょっとコンボつなげていくのちょっと無理っぽいね。この注射玉1回で確かねヒットポイントが1000回結構回復されちゃうんだよね。よっしゃ、もうね無限地獄の新しいボス来てるから、正直早くパパパパーっとやっつけていきたい。よし、結構削ってきたね。でこれブシニャンの必殺技使えたら結構ダメージ。よっしゃ、これ決まるでしょ。もらった、さすが。多分一回も回復させなかったんじゃないかなこれで、スコアめっちゃ低い。スコアめっちゃ低いな。1、10、100、1000万、まあ100万のわけないから11万か。よし、じゃんじゃん行こう。次は亡霊武者。こいつはねロボテトンマンと結構よく似てるんだけど、トンカチの弾、あれを壊さないと弱点本体出さないんですよね。今いくら攻撃しても全然ダメージ入らない。お、早速1個落ちてきた。壊そうか。で、なかなか壊れてくれない。先に必殺技貯めてもいいですかね。ある程度ちょっと必殺技貯めて、ちょっとこう、お、溜まった溜まった。オッケー。同様、自死がね、溜まったからちょっと壊していくか。貼った。よし、よし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 。よし、弱点出した。ネズミチューチュー。よし、ブシニャンのまず入ったでしょ。で、生ハゲ持ちたいなこれ。よし、生ハゲ入った。あともうちょい。あー、二刀流になった。結構ダメージ入るね二刀流だと。よし、決めよう。とりあえずこれで回復して、冬ニャンで決まるかな。おー、決まった。はい、じゃあ次のボス、台風の目をやっつけて今回ちょっとおしまいにしようかなと思います。最初は3連戦だけにしようかなと思ったんだけど、5回、ボス戦5連戦でやっていきます。こいつをやっつけたら次回はいよいよね、イカカモネ議長、イカカモネ議長さっさとやっつけてね、無限地獄に行きたい。まずこの手の、目ん玉をぶっ壊してから本体の目を壊すらしいねこれは。あー、邪魔しないで、やめてー、コンボ切れちゃう。なんかあんまダメージ入ってないような、本体の目を狙わないとダメージ入らないんだねこのボスは。お、ちょっとコンボ切らすな、コンボ切らすな。回復しての、ちょっとフィーバーに持ち込んだ方がいいね。フィーバーに持ち込んでからこれやって、ブシニャンの鰹節切り。いや、いいな、やっぱブシニャンはレベル1、技レベルがたったの1なんですけどあんなダメージ入るんだね。さすが S ランクのレジェンド。これで決まったんじゃない。よし、決まった。スコア184,000だって。真ん中のやつなんだこれ、真ん中のやつ消した妖怪プニの数75以下ね。なるほど。はい、ということで、次回はですね、イカカモネ議長無課金で、しかもノーコンティニューでやっつけていきたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。